はい、三沢貴之のなるほど株大学、本日も始めていきます。本日はですね、5G 関連銘柄っていうのをまたやっていこうかなと思うんですけれども、ちょっとですね、まあ今年の頭にも 5G 関連やったんですけど、今回ちょっとスマートフォン関連にね、フォーカスをして、ちょっとその銘柄分析っていうのをしていこうかなというふうに思います。まあちなみに、5G、今年ですね、2020年5月ぐらいからですね、まあ順次サービスリリースしていくよと。で、実際にやっぱ実用化されていくのは2021年以降というふうに言われてはいます。で、そんな中でですね、例えば、中国、韓国、あとアメリカですね。やっぱスマホの 5G 対応してるのっていうのはかなり売り行きがいいらしいです。ってことは、その自然の流れからすると、やっぱあれですよね。その銘柄、その関連銘柄っていうのはもしかしたら上がったり下がったりするかもしれないと。ちなみに、またですね、登場です。はい、こちら。はい、この雑誌ですね。ダイヤモンド財産の雑誌から。参考させていただいておりますので、そちらも合わせて見ていただければな、そういうふうに思っております。ちなみに今回こんな感じで3部構成になっております。ざっくりとですね、まずスマホ関連銘柄っていうところですね、っていうところをやっていきますし、その前とですね、5G インフラとで、今回まず一番最初メインでやっていくところでいくんだったら、半導体関連っていうところからいこうかなというふうに思っております。ちなみに半導体関連ですね、東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテック、スクリーンホールディングスで、ディスコ。こんなところからですね、まず銘柄分析していこうかなと思っておりますので、僕も、そういうふうに、ちょっとずつ、こうやって YouTube やりながら、ちょっと世の中の経済的なことをね、だいぶちょっと調べながら、こんなふうにね、ちょっとやっていこうかなというふうに思っておりますので、そういうふうにちょっと楽しんでいただければと思います。それでは、こちら、ご覧ください。はい、ではですね、今回ですね、半導体銘柄ですね、半導体関連の動画に関して、実際やっていこうかなというふうに思います。本日はですね、3月3日、4時44分、16時44分という時間帯に撮影をしております。でですね、今回、相場的にはね、コロナとかの、ね、ちょうどもうピークな時で、すごい日経平均下落してますよ、そんなような相場ではあっております。相場感的にはですね、そんな中の、個別銘柄がじゃあどういう動きしやすいのかなっていうのをチャートにね、分析していこうかなと。そんなようなところでございます。まず最初ですね、最初は8035、東京エレクトロンという銘柄です。でですね、この銘柄、そうですね、大体今パッと見はレンジ傾向なんですね。このレンジを行ったり来たりしているっていうようなところではあるんですけれども、まず見方としては、ちょうどね、5日線右下で20日線右下っていうような感じで、下落にちょっとなりつつある場所、要はちょうど相場が上昇から、要はレンジになってるわけですね。上昇かレンジなので、そろそろというか、いつか下降に、ね、しやすいような相場にはなってるかなっていうところではあるんですけれども、平均的に今レンジ状況にいるっていうようなところです。なのでちょうどね、今下落相場っていうのもあり、このまま下落していったら下がっていくかなっていうところだし、でしもしね、揉み合うようだったらまだここはレンジ圏になっていくっていうことが考えられるのかなっていうところです。またね、いわば5日線と20日線が右下向いているので、買いか売りかっていうふうに考えるんだったら、売り目線でまず見ていくっていうところが大事なんじゃないかなというふうに思っております。週足見るとちょうど今ですね、散々の上昇局面から、いわば5周線が右下向いて20周線の下に来ました。というようなところです。なので、ちょうどやっぱここは底根になってるわけですね。底根になってるので、これが、いわば陰線みたいな感じで出てったらですね、下落になっていくんじゃないかなというようなところ。どちらかといったらやっぱ、下落で見ておいた方が、この相場感的にもいいんじゃないかなというところですね。で、月足で見ると、月足だともっとあれかな、要は上限がだいたいこの辺でそこに固めているというような状況なので、下落しやすいんじゃないかなと思うんですけれども、ちょうど、これすごい見づらくなっちゃったな、5ヶ月線が、若干右上で、20ヶ月線が右上っていう感じなので、一応5ヶ月線の右下、下に来たので、一旦はね、散々月っていう、相場に見ると、ずっと上昇してきて、まだね、20ヶ月でも右上向いてるっていう状況ではあるので、まだまだね、どうなるか分かんないけれどっていう、一旦ね、2万円ぐらいまではね、もしかしたら下がってくるかもしれないっていうようなところで見てもいいかもしれません。はい。というのが、この8035、東京エレクトロンという銘柄です。はい、じゃあ次、次はですね、6857、アドバンテストという銘柄ですね。6857、アドバンテスト。はい、アドバンテストね、この銘柄は結構印象が強い銘柄
結構ね、テクニカル通りに行きやすい銘柄があったりするんですけれども、ちょうどこのアドバンテストという銘柄、今すごい、これはもう完全に下落ですね。完全に下落。で、なんでかっていうと、ここでまずタッチしてる。20日線にタッチして弾かれて、20日線にタッチして弾かれて。で、今、下落の、要は何ですかね、真っ只中なので、まあ、間違いなく下落するでしょうと。で、この後、一旦底値を固めて、なんだろうね、底値を固めて、ここで、わかんないです。ここで固めるかわかんないですけど、こう底面を固めて行ったり来たりして上昇していくっていうような、W を刻んでいくような形が、まあ、濃厚にはなっていくんですけれども、まあ、まだまだ下落していくよと。で、下落から、上昇に変わっていくときというのは、要は20日線をね、ちょうど20日線の向きはこう横向き、こんな向きですね、こう横向きになってくるので、横向きになってどう戦っていくかっていうのを見れば、あ、そろそろ上昇するかなとか上昇しないかなっていうのが分かってくると。とりあえずこの銘柄はもう完全に下落だよというようなところですね。週足を見ると、まあ、週足見てもそうですね、ちょうど20日線、あ、じゃあ20周線の下に、来ましたよと、陰線で来てます。5周線、5周線、20周線なんで、またこれも長期的に見ても、まあ、下落なんじゃないかなっていうところ。月足だと、ちょうど散々上昇していってっていう、一旦ね、押し目が入っているような状況なので、これも4000まで1回下がってくるかもしれないですね。ちょうど4000まで下がってくるときというのが、多分こう20ヶ月線とこうやってぶつかってくるときな気がするので、まあ、大体4000ぐらいまでは下落してくるかもと思っておけば、まあ、いいかなという、そんなような銘柄になっているような感じです。とりあえず、アドバンテストさん、下落ですね。下落です。はい、じゃあ次はですね、6920。レーザーテックというメーカーです。で、この銘柄、まあ、なるほどな。まあ、この銘柄はまず上限が、あって6000円ぐらいですね。約6000円で、下限がこの辺。まあ、最初の、東京エレクトロンみたいな銘柄ですね。なんかちょっと似てますね、動き方がね。散々上昇来て、レンジを形成しているっていうところで、5週、あと5日線と20日線がちょっと右下向いて、まあ、ここどうなるかなみたいな感じですね。これ割り切っちゃえば陰線、下落だよっていうような状況だったりするので、なんかほぼ似たような動きをするんじゃないかなというふうな気がします。週足を見ても、ちょうど、週足で見たらまだ何ですかね、20周線にまだかぶっている陽線が出てる、というような感じなので、ここはあれですね、東京エレクトロンとはちょっと違うかなっていうところではあるので、もしかしたらこれ支えられたら、なんだろうな、支えられたら曲がっちゃうかもしれない。曲がっちゃうっていうことはないだろうけど、ちょっと難しいですね。この相場はちょっと難しいかなと。まあ、どちらにしろ、このあと1週間ぐらいで、この日足ベースで見たときに、ちょうど5日線が、5日線、20日線右下でなって、レンジをね、ブレイクしたんだったら、まあ、下落になっていくっていうふうに見ていくのが一番、シンプルなところですね。で、ちょうど5周線か、5周線も右下向いているっていう状況で、まあ、20周線は上向いている。で、ちょうどまだね、入水線でかぶってるので、ちょっとこれも分かりづらいよという。で、月足で言うと、もう散々上がってきた銘柄っていうような感じですね。まあ、まだやっぱそう、上昇していく力が強い。一瞬押し目あるかもね。そんな風に思っていくとすごいいいかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、なんとなくこの銘柄はちょっと下落しやすいんじゃないかなってところですね。はい、じゃあ次です。7735スクリーンホールディングス。はい、まあ、これも今ちょうど下落の真っただ中って感じですね。下落の真っただ中ですと。で、これ一旦ですね、この銘柄ちょっと面白いですね。これ散々、ここでレンジを形成していました。レンジ形成していて、いきなり窓開けで下落しました。ギャップダウンってやつですね。下落しました。一旦上昇して20日線に弾かれてっていう下落なので、まあ、まだまだ下落していくよと。で、多分これも一旦上がると思います。一旦上がってくる部分があると思うんですけれども、この一旦上がってきたこの20日線にこうやって進んでいきます。進んでいって、ここで下落するんだったらまだ下落、これでこう20日線の上にあるんだよだったらちょっと様子見、そんな風に見ていけばいい。これも下落から一旦の押し目あるかもねという風に思えば、この銘柄も分かりやすいんじゃないかなと思います。週足を見ると、週足はちょうどね、5周線も20周線も右下なんで、とりあえずこの感じから見ると完全に下落ですね。下落です。言わずもながら下落で、月足で見ると、月足もちょうどですね、順番はなんかあれですけど、まあ、5周線、あ、じゃあ5ヶ月線、20ヶ月線、両方右下向いてて、20ヶ月線の下にあるので、これも下落。なので、これはね、かなり見やすい下落なんじゃないかなと思います。入れるんだったら空売りですね。入れるんだったら空売りです。はい、じゃあ最後ですね、6146のリスコという銘柄です。リスコという銘柄。まあ、これもね、まあ、今の相場感的に、まあ、すごい下落だったりするんですけど、ちょうど今、こっちの底根の部分で、まあ、どうなるかなっていうところですね。そんな風に思えばいい。前回高値、一旦下落してきて、まあ、ここどうなるかと。もう揉み合ったら揉むだろうし、
まあとりあえずもう一緒ですね。もう5日線と20日線が右下向いてるので、まだまだこれは下落するかもしれない。まあそんなように思えばいいんじゃないかなと思います。ちょうど下落なところですかね。で、週足を見ると、まあ週足もですね、ちょうど、5周線右下、20周線の下にあるっていうような感じなので、まあ弱め。まず相場弱めですっていうところ。月足見ても、月足見ると、これ面白いですね。月足がダブルトップ形成していると。ここが頭で下落なので、まあ、短期的には、長期的にはやっぱこれ下落しやすいような感じですね。頭をこうやってちゃんとね、波打って打ってるような感じなので、ここは、下落をすごい、下落っていうかね、下がりやすいような相場感にはなってる。そんなような感じです。で、ちょうど5ヶ月線も右下ね。で、20ヶ月線までは、20ヶ月線が右上向いてるけれども、まあどうでしょうってところですね。まあで、まあ2万円ぐらいまではこの銘柄落ちてくるかもしれないっていうところです。2万円っていうと、この辺か。だから、まあなんかこの辺のね、揉み合ってるところぐらいまでは。だからここを陰線でもしぶち抜けるようなことがあったら、まあ2万円ぐらいまで落ちてくる。そんなような感じじゃないかな、ないかなと思います。はい、ということでですね、まあ今回は半導体銘柄っていうのを行っていきました。まあ今の相場感っていうのはですね、まあ下落だったりするんですけども、今回まあ見てほしいのはどういうところで下落なのかな、どういうところで上昇って見てんのかな、そういうところを見ていただけると、まあこういうね、なんだろう、時期物っていうんですかね、やっぱその今後、まあ要はニュースとかで取り上げられそうな産業、こういう、そういうのも実はこういうふうにチャートで見ていけるよっていうふうに知っていただければいいかなというふうに思っております。はい、この動画ね、良かったなと思ったらぜひ高評価ボタンを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。 LINE アット、Twitter、Instagram のフォローもお願いします。それではまたお会いしましょう。